すごい目見る桜選手。アミちゃんです。はい、ということで今回も戦っていくんですけども、今回はこちらのね、サバカやっていきたいと思います。で、本赤は、展開に行きました。はい、展開に行ったので、もう一本は、展開マルチしたいと思います。そうで、8月、今日からですね、今日から日本投稿をね、始めたいと思います。8月中ね、よろしくお願いします。ということで、まずは、それで、なんでサバカなのかっていうと、ほんまかね、企画っていうか、そう、やることなくなっちゃうんで、やることなくなる、なんか、ずっとほんまかマルチも飽きると思うんで、サバカは、バルーン以外のデッキでね、マルチしていって、その動画をね、出していきたいと思います、これから。そう、やっぱね、日本投稿ね、したいから、てか全然したいんですけど、ネタが尽きる。うん。ネタが尽きるんで、なんかやってほしい企画とかもしあったら教えてください、コメント欄で。で、そうですね、なんだっけ。この、サバカは、バルン以外、このバレバレコカツとか、あとウォールブレイカーとかですかね、を使っていけたらなと思っております。はい。で、相手はなんか知らないけど、ウッドとザップが両方入ってるという、こんなついてないことあるって感じなんですけど。さあ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 、ここのホグはうまい。いやー、これってか、きつくね、これ。ちょ、待って。なんで？ウッドザップに？まあ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 、勝てるけど、こういう相手は端プリで削っていきたいですね。で、そう。そう、今日は、時間なくてサバーカーになっちゃう、なっちゃ、じゃあサバーカーになっちゃうじゃない。このね、トロ低いところからになっちゃうんですけども、そこはちょっと申し訳ないです。まあ、これで、もうね、シーズン終わっちゃうんですけど、できるだけ、こっちのアカウントを、なんだ ?3 桁バッジ欲しいんで、ほんまか、ちょっと多分きついんすよね。正直。400ちょいでフィニッシュしないと更新できないんですよね。で、それでね、まあ今季多分めちゃくちゃきついんで、個人的に。きついっていうか、なんかマッチングが鬼で、まあ、なんかね、マッチング運が良くて、たまたま展開いけたみたいなもんなんで、今回、今展開いけたのはね。そう、なので、ちょっと、微妙だなーって感じしてます。なので、もしかしたら、サバーカ、こっちをね、がっつりやっていこうかなーと、今、考えてます。わかんないですけどね。やべ、むせた。壊して、頼む、壊して。飛ぶなって、お前ー、まあ、いっか。オッケー。これでも、ウッド回ってるんで、ね。で、こっちに来るかな。こっちに来たら、まあ、なんかで頑張ります。はい。で、これで、まあ、相手多分テスラが、いやー、うまいっすね、これは。それはうまい。で、ここ5来るんで、飛ばしといて、で、吹き矢ですね。で、ここで、ボムタワー置いて、はいみたいなね。で、これで、この破裂ダメージでもね、でかいんで十分。で、ここ多分テスラ来るんで、置いといて、で、またバレル飛ばして、ウッドずらせば、相手はもう、どうすんのって感じですね、おそらく。さあ、これで。ハルツと、ウッドでジジイみたいなね。オッケー。いいっすね。バレバレ強いんですよね。そう。そうで、もっとね、高いトロ高いところで、取りたいと思います。できるだけ。まあ、なので、まあ、明日ぐらいにはね、展開とか行っておきたいなぁとは思っているんですけど、そう、こっちのバッジね、まだ1個しか持ってないんで、こっちを3桁狙っていきたいですね。そうで、何を落としたっけな。そうで、企画、ネタが尽きるんで、よかったら教えてください。あ、やってほしいものとか、もしね、もしあれば、教えてください。そう、もしかしたらね、なんかワンチャン別のゲームやってもいいかなっていうふうに思ってます。クラロワは1本、絶対あげるけど、もう1本は別のね、アプリやるのもワンチャンありかなとは思っているんですけど、どうですかね。まあ、何やるか全然決めてないんですけど。いやー、これ吹き矢ここに出すの良くないっすね。ここ全部まとめて処理されちゃうんで、
まあ、ヘッドとか多分、またウッドザップっすね。そんなことある？あー、デフケア先行しちゃった。ああ、ちょっと待って、これやばいっすね。これウッドで削っといて、うん、で、これはザップか。オッケーオッケーオッケー。ミニペア見ろ！お前、オープンね！オープンね、オープンね。で、ここ、相手エリクサ多分ないんで、エリクサないっていうか止めるカードがおそらくない。トルネあんのかな？ないですね。オッケーオッケーオッケー。さあさあさあ、バレる、いいダメージですね。さあ、2戦ともウッドザップ。うん。まあまあまあ。そう、バレバレは全然ね、ウッドザップとかでも勝てる可能性あるんで、強いっすよね、このデッキ。これはハシプリで削っていきますか。で、ワンチャン無視かな。フルシカと。うわぁ、もう終わってんのか。早いな。ナイト出して、ボム置いて、吹き矢ここに出して、で、守る感じですかね。おそらく。と思ったけど、ここで、うん、ライト来ると思ったんで、ここでいいっすね。ここいい感じにウッド決めてあげたいですね。破裂入れたくないんでね。そう、こんな感じで。で、なんとなくのルート強制からの裏バレル。いやー、これ延命、できないっすね。さあ、この裏バレルがいい感じですね。で、ここ真ん中に集めて、で、おそらくこれ出せないんで、これ、繋げられないと思うんで、で、ここで、はい、ライトニング来たんで、吹き矢出して、あ？バレル飛ばせてないですね。いや、バレル飛ばしたつもりだったんですけど。まあ、これで、はい、タゲ取って、なんならここのね、ナイトでまたタゲ取って、この吹き矢をずっと活かす。いいですね。いいダメージ。相手は？はい。これにもまた対応しなきゃいけなくて、さっきライトニング打ってたんでね。ああ、回ってたんですけども、これまあ、ウッドうまく打てば、勝ちですかね。はい！ジジー、オッケー。まあ、落ちてたね。2個目も落ちてたんで。いいですね。いや、このデッキほんと強い。そうで、ワンチャン違うゲームやろうかなーっていう風に考えてます。まあ、わかんないですけどね。やっぱみんなが、やるとしたらみんなが知ってるような、あとは見て面白いようなゲームをやりたいなと思っているんですけど、なんか、ありますかね。そう、やってるゲームがそもそもね、今はもう、クラロワしかなくて、僕。そう、なので、まあ、新しく始めるって感じなんですけど。やるとしたら。そう、やっぱクラロワだけだとね、ネタがつきます、本当に。楽しいんですけど、クラロワも。見てる方もね、飽きてくると思うんで、同じのばっかだと。で、そう、見てくれなくなるっていうのが一番嫌なんで、うん。企画というかなんかやってほしいものとか、やってほしいゲームか、とかあったら教えてください。あと、クラロワのね、こういう企画やってほしいですみたいなのもあったら、ぜひ教えてくれると嬉しいです。あー、これウッド回ったかな？オッケー、回ってないですね。はい。あー、回ってた。いやー、そう、僕ね、プリンセスめっちゃ嫌いだったんですよ。嫌いというか、苦手だったんですよね。これね、全然うまく使えないんですよ、僕。でもなんか最近、強えと思ってきましたね。そう、これは？飛ばせ！いいね、強いっすね。で、ここで何来るかな？うん。そう、で、もう一本は展開、本赤展開、展開マルチを今日上げます。うん、これが一本目ですね、とりあえず。いやー、そう。まあ、本枠マルチやってる時に言うと思うんですけども、マジでね、もう、マッチング鬼だったんですよ。もう、なんか、通話とか、まあ、観戦してくれてる方はね、もう、わかると思うんですけど、マジでね、なんか、やばかったんですよ。遅延ばっか。で、なんか、俺しか当たんないような、ムート迫撃、めっちゃ引いたし、いや、このデッキほんとムートがきついんすよ。きついって言ってんのに来るんですよね、あのカード。そう、それで、まあ、全然トラ上がんなくてね。これ美味しいですね。さあ、クエック来るかな？さあ、来ない？おっと？ちょっと入っちゃうか。まあ。まあ、これでいいかな。で、ルート強制して、また裏飛ばして、まあ、ババ来るかな、裏に。ですね。なら、あれですね。ババア来るなら普通の位置でよかったです。これでウッド咲かせないと相手に、
プリンセス処理されちゃうんですよね。で、ここはまあ全部まとめて美味しく、ウッドって感じですね。さあ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 、ここの吹き矢がうざい、吹き矢じゃねえや。あの、ロケ砲がうざかったんですけども、ボムタワー最強ってことで。これもう絶対止まんないんでね、相手。ウッド、まあまあ切ってないか。切ってないけど、多分きついですね、これ相手からしたら。さあ、吹き矢がちょくちょく入って、端プリで、削っていく。さあさあさあ、3連勝あるか ?3 連勝なるか ?3 連勝なるか、プリンセスが、オッケー、いや、いいっすね。うん、強い。めちゃくちゃ強い。ということで、今回の動画はこんな感じで終わります。まあ、こんな感じでね、サバーカー、まあ、今本当にトロ低くて、順位全くついてないんですけど、順位ついたあたりからとかね、また動画撮りたいなと思っていますので、てか動画、このサバーカーのね、動画が増えていくと思いますので、ご了、はい、よろしくお願いします。ということで、そう、コメント欄でやってほしい企画とか、まあ、新しいゲームとか、もしありましたら教えてください。ということで、この動画良かったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。